夏本番軽井沢ピークシーズンに気をつけるべきことをお伝えします。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。夏本番でですね、もうなんか景色がすごいいいっすね。多分マイクも鳥の声とか撮ってる、はい、拾ってんじゃないかなと思うんですけれども そ,、ね、はい、その涼しげな様子が伝わってるでしょうか。といってもなんか今日ちょっと蒸し暑い感じ、蒸してますね、ですが、はい、まあ、あの今お盆直前ですよ、うん、まあ、皆さんね、あの軽井沢にお出かけされる方も多くて、まあ、それでこのチャンネル初めて出会ったよみたいな人もいるかもしれないので、今日はですね、まあ、地元軽井沢に住んでもう10年ですね、この10シーズン目なんですよ、ちょうど今回の夏で、はいはい、うん、そういうですね、あの軽井沢の夏を知っている私たちからなんかこういうアドバイスがあるよっていうのをね、このピークシーズンならではってことでお伝えしようと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目はですね、渋滞。これはもうお盆の時期とは言わず、もう夏全般で避けられない問題なんですけれども、うん、ポイントとしてはですね、こう、まあ、いつのタイミングで動くかっていうところと、それから、まあ、時間に余裕を持つっていうところかなと思ってまして、ヒントとしてはですね、早朝とか、あと平日ですね、まあ、比較的空いていまして、うん、あとは幹線道路だけじゃなくて、裏道を何本か知っておくといいかなと思っておりますので、うん、まあ、そこら辺はですね、過去の動画のこのあたりでも解説をしてるかなと思ってます。ゆうこさん、なんかこの渋滞対策ですけれども、私が今言ってないことで何か思いつくことありますか？裏道を、まあ、ちょっと使い倒すってことかな。うん、結構その別荘地の中って私もここ住み始めた時にみんななんか同じ、こうずっと同じこの針葉樹が並んでるっていうので、どこを曲がるんだっけみたいなのがすごい道がちょっと覚えづらいんですよね。だから裏道もそのパッと使ってっていうのが結構使い倒すまでがちょっと時間がかかるから、うん、もうこのルートで行くぞっていうのをある程度こうルーティン化して覚えておくっていうことが結構大事かなと思います。はい、まあ、私たち結構ドライブ動画とかをね配信していますので、うん、まあ、そういうのを見ていただくと、こんな裏道に通ってるのとか、ね、気づくこともあると思うので、うん、皆さん分かってますね。チャンネル登録よろしくお願いします。で次はですね、ゆうこさん言ってたレストラン予約ですね、はい、この問題はなかなか深刻という感じですが、うん、ゆうこさん、なんかレストラン予約って気をつけてることはありますか？やっぱりみんなこうちょっといいところで食べたいとか、うん、ね、お休みバケーションだから素敵なところで食べたいっていうのがあるので、結構前から皆さん予約してるんですね。そうなんです、うん、だからもうあえて逆張りして、私だったらもうカジュアルに逆にすまそうみたいなところを行く。例えばベーカリーとかパン屋さんとかをうまく駆使して、うん、あとデリーがあるんですよ、デリーが、はいはいはい、惣菜だけ売ってるところ、そういうお店も増えてきたので、なんかそういうところで少し集めて、まあ、ホテルで楽しく食事とか、うん、まあ、別荘でもホテルでも楽しく食事するとか、そういう逆張りも結構いいんじゃないかなと思います、うん、はい。軽井沢に住んでるとさ、こうわざわざお店に行くというよりも、うん、ケータリングだったりとか、うん、あとはその、まあ、デリみたいなところと、あと出張シェフみたいなのもあったりするじゃないですか。なんでこうホテルだったりとか別荘とか、そういうところにこう食事を持ってくるみたいな文化が結構根付いているの で、うん、 そうですね、まあ、そういう選択肢を探してみるといいかなっていうのと、うん、あとはまあ多分この動画を見ていただいて、お盆とかだと結構予約難しい、まあ、挑戦してみる価値はあると思うんですけど、うん、思うんですが、私穴場があるかなと思っていて、うん、これがですね、ホテルのランチタイムなんですよ。あ、なるほど、はい、でホテルって、まあ、朝と夜結構もうね宿泊のお客さんいると思うんですけれども、うん、日中は、まあ、日本人の方って結構こう外に行く行動パターンが多いじゃないですか、うん、多いですね、だから意外とホテルのランチ空いてたりするんですよね。なるほど、じゃあディナーに肘をかけないでランチに肘をかけて夜はカジュアルにしちゃうっていうのも手ですね。そうですね、そうですね、うん、でランチも普通のお店だとやっぱりランチタイム混んでたりするんで、うん、人がいなくなるホテルのランチを狙うっていうのは、うん、結構私ありなんじゃないか。確かに結構空いてますよね。思いますね、うん、はい。で3つ目なんですけれども、まあ、これもちょっと渋滞に近い話だから先に話せばよかったかな。公共交通の事情ですね、うん、はい、軽井沢の公共交通はですね、かなり慢性的な問題を抱えていて、特にタクシーの人手不足というのがね、うん、まあ、行列がまずタクシーのスタンドにできるので、タクシーを使おうと思ってる人はかなり
気をつけた方がいいです。そうですね、もう予約ぐらいしちゃった方がいいかな、夏の期間は、ね。うん、まあ断られるかもしれないけれどもっていうのがあって、ね、うん、で、はい、ほらあのタクシーのさ Go とかさあるじゃないですか、アプリとか Uber とか Uber とかもなんかこれからできるとかっていうのかな。あ、はい、今始まってます、はい、でも結局なんかその交通会社の数って限られてるし、ね、台数もそんなに潤沢じゃないので、うん、なんかテクノロジーが全てを解決してはくれないくれないですね。その運転手さんが足りない。この時期はしかも隣の佐久市から応援が来るんですよ、うん、それでも足りないっていうぐらいなので結構やばいかなっていうような。で、手段としては公共交通機関を使うっていうのと、あとは自転車とかですかね、うん、っていうのが夏の間はあの主要な移動手段にはなってくるので、うん、まあ、そのあたりをねチェックしておくっていうのが、まあ、当日になってタクシー乗りたいとかっていうのがかなり難易度高いので、ね、ノープランが一番多分あの険しい道になっちゃうので、はい、あらかじめ調べたりあの予約したりとかそういうことで先手を打っとくっていうことが大事ですかね、はい、残り2つは天気に関するようなものなんですけれども、まあ、急な変化ですね。軽井沢そもそも標高が高いんですよ、うん、ゆうこさんちなみにあの軽井沢駅の標高何メートルか分かります？1000メートルぐらい、ね、950ちょっとだったと思うんですけれども、 はい、まあ、そんな感じなんでかなり、高いですね、はい、でそうするとね朝晩は肌寒かったりとか、あと霧が出ることもよくあるので、うん、まあ、そういった点でもちょっと上着が持ってきた方がいいかなっていうところと、うん、あとはあの東京から来るとですね余計こう寒さが、うん、そうですね、響くと思うので、はい、まあ、そのあたりを気をつけてくださいっていうところ、うん、あとゲリラ豪雨ですね。この季節結構あるんですよ。どこでもあるんだと思うんですけれども、うん、軽井沢も結構あの屋外型なのでどちらかというとね、ちょっと雨降られちゃうとどうしようもできないかなっていうような感じではあるので、そういう場合はどうしますか？そういう場合ですか？ゲリラ豪雨の場合もうこもるこもるこもるしかないですね。それかあの特定のカフェに長居するとか、うん、まあ、ちょっとどっかお店にちょっと長居するできるようなところを見つけてとかってことで、美術館とか私いいと思うんですけどね。私ちょっとねセゾン美術館がしばらくお休みなんですけども、それ以外の美術館はやってるので、結構穴場の美術館も実はあったりするので、まあ、そういうところにあのこの機会あその雨のねタイミングでちょっと行ってみるっていうのもいいかもしれないですね、うん、あの高原じゃないですか、はい、で知られてないですけども、高原ってあの標高が高いと紫外線強くなるんですよ。そうですね、うん、なんで夏の間はかなり紫外線対策をした方がいいかなと思っていて、うんうん、で私なんかあのなんだろう庭仕事とかするじゃないですか、はい、1時間ぐらいでねめっちゃ焼けるんですよ ね、 そうですね。私なんか今年はどれぐらい焼けるかっていうのをちょっと実験してて実験するんですか？それ実験するもんなんですかね、はい、結構炎天下なんか走ったりとか、あのこう屋外にこう太陽を避けないで活動する、ガンガン活動するっていうのを今年はちょっとやってみようという実験です。なんか不思議な方ですけどね。まあでも日本って結構日焼けに対してこうなんだろう良くないみたいな感じだけど、はい、逆になんかこう日焼けしたいみたいなね国民性の方とかもいるので、そうですね。まあ文化圏によって違うけど、アジアはどっちかって言って色白信仰が多いから。なるほど。はい。はい、一応ここまでですねいろいろ注意点話しましたけども、その上で我々のおすすめスポットを、5つ紹介します、うん、白糸の滝、あと雲場池、ハルニエテラス、そしてタリア線、あとはですね番外編で風越公園のアイスアリーナ涼しい。ゆうこさんどこかなんか気になるところありますか？最高に涼しいですね。いや、あのカーリング湯はいいと思います、ね、寒いぐらいだから。カーリング場があって、はい、あとアイススケート場もあったりしますの で、でも寒いからあの上着はもう必須です、うん、びっくりするぐらい寒いんで、はい、はい、ぜひですねあの暑いということでね辛いなと思った方は、うん、スケート靴を持って軽井沢に来ていただけると、はい、スケート楽しめるので、ぜひそういうねあのちょっと変化球な過ごし方もいいんじゃないかなと思うので、はいはい、まあ、あとかき氷が美味しいっていうのでね、はい、かき氷が実は軽井沢一番名産なので、はいはい、食べてください。ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったのでぜひ高評価、そしてチャンネル登録、また当チャンネルが続くようにスーパーサンクスのご支援もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。